このコンペティション開幕戦を迎えました。強力なライバルたちを退く勝ち抜くことはできるのでしょうか。期待が高まるマッチです。このゲームはサントスのホームエスタディオウルバーノカルデイラで行われます。熱狂的なサントスサポーターによってスタジアムは素晴らしい雰囲気に包まれています。この時間はサントス対マドリーロサス、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。このトッププレイヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。スクイダントストーンズ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあ左サイドへ、裏を狙う、ボールが迫る、スクイクシュート、来た来た、先制サントス。今のカウンター見事でしたよね。得意な形が出ましたね。チームのストロングポイントが出た見事なカウンターでしたよね。縦に速い攻撃はチームとしての約束事になってるんでしょうね。さあサントス、この重要な試合で価値のあるゴールを決めています。やっぱりホームの試合は落としたくないですから、先制して主導権を握るというのは非常に大きいですね。そうですね。さあこのセカンドボール裏を狙っていきます。チャンス来た、クロス、危ないシーンでしたがクリアの対応。このディフェンス、ムリーチョ、ここでファールがありました。サントスがこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。この時間帯のリードというのは非常に戦いやすいですよね。中心ファールを取りました。これはレッドの判定。マドリーロサス、ここで10人マドリーロサスはこれが最初の選手交代となります。スピードのある選手を入れてきたので裏を狙っていきたい、推進力を出していきたいという狙いもありますよね。ジョン・ストーンズ、ここは読んでいました。アレクサンダー・アーノルド、さあメッシ、ネイマール、いけるか。マドリーロサスとしては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。メッシからネイマール、左サイドのドリブル抜けてくる、ボールが上がる、これは直接キーパーへ。エンバペからネイマール、メッシに渡る、このパスを防ぎます。アレクサンダー・アーノルド、さあメッシ、デブライネ、ネイマールへ、ムリーチョ、ヤンコレル、ベッケンバウアー、スペースに出す、さあ打てるか、これはキーパー、ムリーチョと、これはつながりません。ベッケンバウアーからエンバペ、ここはいいプレスで奪います。ディフェンスこれを読んでいた、ジョアン・マリオ、ここは対応します。さあつながるか、さあフリーだ、おおっと、ムリーチョ、シュート、ハート、いやー今のはキーパー素晴らしかったですね。こういう大事な試合ではキーパーのパフォーマンスが勝敗に直結しますからね。見せてくれますよね。大きなピンチでしたがチームを救いました。
中村、これをカットします。裏へ届くか。さあ右へ預けて右サイド上がっていく。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。ここは守備の対応、ファールありません。リュディガー、このボールをカットします。さあカウンターだ。さあつながるか。メッシーからのパスはディフェンスが対応。スピード上がってきますよ。右サイド上がっていく。クロスを選定でいく。止めた。これは素晴らしい反応。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。マドリーロサス、なんとか相手カウンターをしのいだというシーンです。そうですね、相手はカウンター得意ですから常に仕掛けるタイミングを狙う。いやわずかに右へそれました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。ヤンコレル、調子を生かしてのシュート、決まった。追加点、サントス、ヤンコレル、レジェンドがここで結果を出しました。待ちに待った初ゴール。いやー今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。まあ相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどね、高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。さあサントス、さらに1点を追加し2対0としています。サントスとしては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいですよね、はい、抜けてくる、シュート、この大事な試合でいいディフェンス。いや読みが冴えてますよね。前半最後のセットプレーになるのか。キーパー弾く、ここで長いホイッスル、前半終了です。いやこの2点目はね、この終わるんじゃないかな、ゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだすっきり同性ですからね、後半期待したいですね。サントス対マドリーロサス、サントスが前半は2対0という形リードして折り返します。それでは後半見ていきましょう。これはファウルではありません。リュディガー、このボールをカットします。さあエンバペ、ネイマールに渡る、メッシに渡る。いやーこれは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。このボール危険です。ここもしっかりディフェンスしました。ゲットさらに突き放します。これで3ゴール差、枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。さあサントス、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。一気に前線にボールを送る、デブライン、スルーパス、デブライネからエンバペ、裏へのスルーパス、シュート、きた。さああと2点、まだ分かりません。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。いやいい形でしたよね。パスのタイミングが絶妙でしたよね。受ける方も非常にいい飛び出しをしましたし、お互い息ぴったりでしたよね。さあマドリーロサス、まだまだ勝負は諦めません。クロスを選択、コネル、オフサイドですか。
ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。サントスとしては得点差を考えても慌てる必要はないですよね。不用意なミスで流れを相手に渡さないように気をつけたいところですよね。裏のスペースを狙う。デブライン、これはつながりません。スルーパスを狙う。いやー、追加点、サントス3点のリード。ダメ押しゴールになるのか。デフホースト、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。コースを狙ったいいシュートですね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。デフホースト、今日2点目のゴールです。さあサントス、3点のリードでリスタート。メッシー、これを奪います。ここでファールがありました。ヤンコレル、取らないですね。ジョアン・ラリオ、これは完全に枠、まあ積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。裏を狙う。デブライネ、デブライネからテオ・エルナンデス、ここで丁寧にコントロール。ベッケンバウアー、このスルーパスは通りません。さあカウンターを仕掛けます。さあ抜けた。ジョン・ストーンズ、流れを止めます。デブライネ、組み立てながら攻め上がっていく。ヤンコレル、このレジェンドがどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。ここでマッチアップ。さあベフホースト、ベッケンバウアー、このボールに触ります。メッシー、リザラズ、中村へ、リザラズが受ける。デブライン、ネイマールから右サイド、メッシーからネイマール、スペースに出す。ああいい展開ですね。シュート、止めた。キーパー素晴らしい対応。やや強引な感じにも見えましたけどね。ああいった攻めでも有効だと思いますね。あわやというシーンでしたが、キーパーが立ちはだかります。マドリーロサスは3本目のコーナーになります。サントスはここまで1本。これはファールの判定。選手たちちょっと気が立っているようです。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。これは十分狙える距離です。ここで1点返せるか。直接、さあこぼれた。さあメッシ、コース空いた、インターセプト、シュート、決めた。このゴールであと2点です。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。そうですね、キーパーはノーチャンスですよね。今のは分かっていても止められないでしょうね。さあマドリーロサス、流れを変える1点となるんでしょうか。エンバペ、ネイマールが受ける。さあ来たか、自分で行く、フリーだ。ここは体を張ります。アディショナルタイムは4分という表示。思ったよりありましたね。抜けてくる、低いボールだ。ちょっと合いませんでした。デブライン、アレクサンダー・アーノルド、スルーパス、さあ上がる、トス触る、奪い返します。シュート、ディフェンスの対応が少し遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。ここで笛です。4対2、サントス見事な勝利です。そして条件達成です。
北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。いや、やりましたね。なかなか難しい試合だったと思うんですけど、見事に結果を出しました。